バラに選ばれたあなたを愛の交流会にご招待いたしますねえ。ちょっと怪しいけど、懐の温かいクリスマスを過ごすためにも商談できる機会をみすみす逃しちゃダメよね。この声は秋野さん？サレンさん、どうやら私たち同じパーティーに参加するようですわね。あなたも商談が目的なのでしょう？でしたら、どちらがより多くの商談をまとめられるか勝負いたしましょう。え？私と？いいわよ。秋野さんの悔しがる顔見てみたいし、秋野さんに誘ってもらえるのってなんだか嬉しいのよね。認めてもらえてるっていうか、なんというか、ずっと憧れの人だったから余計にそう思うのかも。サレンさんはどんな時だって私の隣よ。いいえ、追い越すことだってある最大のライバルにして大親友ですわ。だからこそ、次回デビュタントシャングリラ、聖夜のラブゲーム。負けられないわ。